にちは。今10分だけやるよ。壇上を読まなくていいですよね、10分だから。じゃあ47分だから3分サービスで15時まで。ちょっと長いかも。まあ、いっか。お前絶対入れてるよね、わかる、手持ちだもん。なんかさ、最近さ配信してなさすぎてさ、ごめんなさい本当にと思って。今なんかさ、あごめんなさい、公演終わりってさ、どうしてもね、やっぱりここに残ってやるっていう手もある時はあるんだけど、ない時もない、ない時はないんで、今3分サービスの10分だけ。好きです、だってどうもありがとうございます。こんにちは。いや、久しぶりの配信すぎて何話せばいいか分かんないもう MC で体力使っちゃって、もう口が回んない、ダメだ。何話せばいいんだろう、ショールームって分かんない。やっぱ公演の時は顔が出来上がってる。そうですか。わわわ。でもね、違うの、なんかね、前髪がね最近薄くなってて、なんか意識してないのになんか薄くなってきてて、だからちょっとね、重くっていうか元に戻したいんだけど。そうそう、何したらいいかメンバーに聞いてみる。今ここね、スタッフさん部屋スタッフさん部屋、メンバーは、まあ、半径1メートル以内にはいないです。リリカ様の仕切りの MC 最高、どうもありがとうございます。最近ね、なんか MC 褒められる、お見送りとか、リカちゃん面白かったーって、面白かったーって、面白かったなら何よりでございますスタッフルームで配信するの人生でね多分2回目なの。ちょっと緊萌ちゃん大体滑らせてる。え、もっちゃんもだってさ、もっちゃんもなんかさ、それ美味しいじゃん絶対。もっちゃんもなんか絶対さ、滑っててさ、心の中で美味しいなって思ってるでしょ、もうねえ、いないけど美味しいよな。でもね、あのね、私ってね結構ね、プライベートっていうの、普通に学校生活とか友達といる時はね、そんなね面白い、がっつり面白いみたいなタイプでもねないのよ。ただ共通の話題を話して笑ってるとか、そう、別になんか面白いこと言うタイプでもない、なんか突っ込んだりとかね、なんかちゃちゃ入れたりとかするタイプじゃないんだよね。へーってまたまたってどういうこと
そうなの。そう、なんかなんて言うんだろうね。そう、わかんないけど。普段はね、そんなよ。面白いことはね、そんなに言いません。モノマネもしません。はい。誰かの普段生活しているモノマネはしません。MC だけですね。正直。はい。こんにちは。そうなのやだって。そうなのよ。そう、あんまり、ね、でも MC はね、なんていうの、面白くなるような話できればなと思うけど、普段もあざといんじゃないの。普段もってどういうこと。私表あざとかったっけ。良くないけど、あざとかったっけ。みゆみゆさんの真似してる時じゃない、それ。それあざといというのはさ、何、なんかさ、なんていうの、あざといっていうのはさ、もっちゃんのさ、もっちゃんの滑り芸の時とかさ、みゆみゆさんのさ、もうファンの皆さんが大好きなやつでしょ、あざといっていうのは。鼻にアイスつけたじゃん。だってそれ鈴木リリカでやったかと言われるとちょっとそれは分かんないけどね。うん、滑りはあざとくない。だってさ、いや確かにね。まあでも違うね、滑るのってさ違うよね。あ、ごめんなさい、やばい。なんかさ、周りの人がさ滑りとして扱うかどうかだよね。滑りって結局さね、あざと警察、あざと警察復活、あざと警察。私は多分警察側ってことだよね。警察側ってこと。あざと警察。じゃあいつかやるね。いつかっていうといつやるかわかんないけど。テンション大丈夫そうだって。違うの、今ね、あの公演終わりで、あの今スタッフさんの部屋にいて、なんかスタッフさん専用部屋みたいな風にいて、緊張しながら配信をして、別に緊張もしてないけど。どっちだよ、だよね。そうか。隣にいるのはだって、隣には誰もいません。私の隣には誰もいません。夜公演もあるじゃん。私4公演なんだけど。4公演。久しぶり4公演。悪いことしたのかなってスタッフに。してない、してない。してないって。そう。お説教で何も言われてない。本当だって。何がつまみ食いした。
してないです。つまみ食いしてないです。つまみ食いしたっけな。してないと思うんだけどな。スタッフさんの部屋でおなじみそろってこんな猫の T シャツ着て猫の T シャツ着るスタッフさんは いないですね。すごい声が聞こえる。58分だ。じゃあちょっとどうしよう、3位の方までだけ読もうかな。想像以上に皆さん来てくださったので。あっ違う、投票しようとしてる。違う。え、どうやってやんだっけ。バカ、なんで思い出せないんだろう。わかんなくなっちゃった。え、タイムラインじゃないし、コメントテロップカラオケ。わかんなくなってしまいました。え、これいつもと画面違う。これと配信初めて、久しぶりだから、え、本当にわかんなくなっちゃった。え、どうやって壇上って読むんだっけ。え、と画面横にしたらわかるんだけどさ、あ、もうわかんなくなってしまった。やばい、切ります。